チーム全体が攻撃的なサッカーを目指しているので、そういう攻撃的な、まあ、後ろから第一歩っていうパスをどんどん出して、誇り高き一つのチームと一つの使命、絶対に諦めない闘志、頂を目指し夢をつかむ、さあ行くぞ、登ろう。3月8日 VS 横浜 F マリノス。そうですね、まあ昨年はまあ中盤のシーズンから使っていただいて、まあ個人としても成長できたんで、まあ、そういう成長したっていうところを、まあ、今季は開幕戦からしっかり社員出て、まあ、チームに貢献したいなと思います。そうですね、まずはしっかり結果にこだわって、まあ、後ろはしっかりゼロで、まあ、なおかつチーム全体が攻撃的なサッカーを目指しているので、そういう攻撃的な、まあ、後ろから第一歩っていうパスをどんどん出していければいいなと思います。周りの選手にやっぱり2人大きな選手が来て、まあ、そういうところはやっぱりサイドからのクロスからのシュートとかは本当にストロングポイントですし、まあ、後ろの部分も、まあ、去年終盤の試合を戦った選手が多く残ってるんで、まあ、しっかりそこで、まあ、昨年よりももっと団結力をチーム全体で高めて、まあ、チーム全体でしっかり守って素早い攻撃っていうのをできればなと思います。本当に素晴らしいチームですし、まあ、昨年は、まあ、最初この大敗を喫している相手なんで、まあ、そういう意味では、まあ、同じことをしっかりしないようにして、まあ、なおかつ勝って、やっぱチームも今いい状況があるんで、そういう状況をしっかり見せれればなと思います。そうですね、やっぱり後ろからの声援とか、やっぱりスタジアムの雰囲気は本当に非常にいいところなんで、まあ、そういうのもやっぱり応援してくださってる皆様にしっかり勝利というものをしっかり返せるようにプレーしたいなと思います。3月8日にホーム開幕戦があるので、まあ、そこでしっかり僕たちはいいプレーをして勝利を手に入れるために頑張るんで、サポーターの皆さんも温かい声援をよろしくお願いします。誇り高き一つのチームと一つの使命、絶対に諦めない闘志、頂を目指し夢をつかむ、さあ行くぞ、登ろう。3月8日 VS 横浜 F マリノス。